はい、星郎です。はい、本日の動画はですね、乃木坂46 23枚目シングルシングアウトの、個別握手会のですね、第3次応募の当落結果になります。まあ、いつも1次応募の結果しか動画にしないんですけども、なんで3次応募なんていうその中途半端なね当落結果にしようかと思ったかというと、星郎みたいに同じ悩みをした人が多いんじゃないかっていうことで、その悩みの内容というのが、乃木坂464期生が第3次応募でですね、売れ残っていたんですね。はい。で、さらに第3次応募の応募の限界が1人につき10枚まで応募できて、で、さらに応募自体が5回かけれますと、そういう状況の中で、4期生の人気がいまいちまだやっぱり不安定なので、どのくらい応募したら当たるのかっていうのがめちゃくちゃわからなかったんですよね。まあ、特にね、そのセイミやレイちゃんの結果を知りたい人もいるんじゃないかなと、今後のね参考として、発表したいと思います。はい、はい、では当落結果の方を発表します。まず6月30日の東京ですね、中田かな2部6枚応募して3枚当選、中田かな同じく3部6枚応募して4枚当選、セイミヤ・レイ、2部50枚応募して全落ち。次に7月28日の神奈川ですね、中田かな1部6枚応募して6枚当選、2部6部6枚応募して6枚当選、3部6枚応募して6枚当選で、セイミヤ・レイ、2部50枚応募して4枚当選と。で、7月28日が以上。続いて8月10日の神奈川ですね、中田かな1部6枚応募して6枚当選、2部6枚応募して6枚当選、3部6枚応募して3枚当選という形です。で、セイミヤ・レイ、1部10枚応募して3枚当選、2部14枚応募して全落ちといった形ですね。はい。で、これをメンバー別にまとめますと、中田かなが48枚応募して40枚当選と大変なことになりましたけども、で、セイミヤ・レイちゃんが124枚応募して6枚当選という形でしたね。はい、ちょっとね、身内の間では60何枚応募して6枚だみたいな話してたんですけど、ちゃんと集計してみたら全然違いましたね。セイミヤ・レイちゃん、まあ、4期ではね、もう完売してるメンバーもいるんですけれども、その中で、第3次応募の売れ残ってるね、枚数の中で124枚応募して6枚っていうのは、レイちゃんの人気も4期の中では多分真ん中がそれ以上ぐらいなのかなって、なんかすごい、ざっくりに見積もるとそういう感じしますけどね。はい。8月10日の1部とかは10枚応募して3枚も当たっているので、まず1部っていうのが、ね、一部五部っていうのが比較的当たりやすいっていうのがありますねと。はい。まあ朝早いし、生写真の販売とか物販の販売とかぶってる時間だから一部は当たりやすい。で、五部はまあ、夜遅いんでね、だしメンバーも疲れてたりするので、比較的当たりやすいと言われているというところがあるので、そこに関してはまあセイミヤ・レイちゃんもね、多分に漏れずというところで、一部がよく当たってたなと。というところですね。ということで、おそらく3次応募でレイちゃんも完売するんじゃないかなとは思いますね。なんとなくですけど。なので、今後ね、今後ですよ、要は。24枚目、次のシングルの時、もし、セイミヤ・レイちゃん買いたい場合っていうのは、もう次は3次まで売れ残るか、ちょっと正直わからないので、やっぱり1次、2次応募ぐらいまでで、確実にレイちゃんと会いたい枚数分を、確保できるような応募をするのがいいんじゃないでしょうか。はい。ということで、ちょっとね、変わり種で、急に第3次応募の当落結果という形になったんですけれども、一応情報連携になります。以上です。